小松霊優は日本の自動車技術者、東京都出身、イギリス在住、主にモータースポーツの分野にて活動。F1 チーム BAR、ルノー、ロータスの技術部門を歴任し、2016年以降はハース F1 チームの養殖を務めている。父親はルートビヒバンベートーベン研究家の小松雄一郎。中学時代は暗記ばかりで、 物事の本質を教えないと教師に反発し、中学3年時には、体育以外は自分で勉強するとして、図書館に通う毎日だった。自称、文系出身のエンジニアで、高校時代は、数学が苦手で偏差値30代だった、英語も、ほとんど話せなかったという。しかし、フォーミュラ一チームのエンジニアになりたいという思いから、単身し、A、会話学校や、 ウォーリック大学の大学入学予備コース等を経て、ラフバラー大学に入学。同大学では、自動車工学を専攻し、同専攻の学生の中で2位の成績で1999年に卒業する。その後大学院を経て、2003年に BAR に加入して、念願の F1 の世界に入る。2006年にルノー F1 に移り、2011年からは、 ロマングロージャンの担当エンジニアとなる。2016年にハース F1 チームの創設から参加し、同チームでチーフレースエンジニアとしてレース現場における技術責任者を務める。2019年からは技術ディレクターに昇格している。日本資本のホンダ F1 を除けば F1 のチームエグゼクティブでは珍しい日本人であり、特に チーフレースエンジニアという立場上マイレースサーキットに帯同するため、レース中継や専門主等でコメントを求められることも多い。オートスポーツ等の雑誌でコラムも連載するなど、執筆活動も行っている。レーシングドライバーの中では、ロマングロージャンと非常に縁が深く、2011年にロータスで初コンビを組んで以降、 2020年にグロージャンがハースを離脱するまで10年間も、関係が続いていた。信頼も厚く、グロージャン自ら、僕は、アヤオと非常に強い関係を築いてきたと語るほど。また大学院時代には、当時、イギリス F3 に参戦していた、佐藤拓馬のメカニックエンジニアも務めていたことがある。愛車遍歴は、オペルアストラワコン、フォードエスコートマーク1ミニ、ホンダジャズ。 ホンダシビックロータスエキシージアウディ A4。2019年現在は、アウディは売却し、家族全員で乗れる4シーターのスポーツカーに乗っているが、サーキット走行用にエキシージもキープしている。ありがとうございます。